皆さん、もうね、もう5回以上バイオ開設してるので、もうここで全部話すんだけど、まあ、チャレンジャーのバイオを参考にしたタンクバイです。ケミタンクからマダムネに行きます。このチャンピオンの、欠点、ダメージを出そうとすると柔らかいし、硬くしようとするとダメージが出ない。それを両方解決した画期的なビルドとなっています。やっていきましょう。相手レンジ多いし、こっちでいいか。ちょっと僕ワード差しに行きたいんだけど、ワード差しに行くの間に合わなそうなので、オラクル買っていきます。まあ、基本ジャングルの入り口に刺しておくんだけどね。そう、まあ、基本赤スターとか、赤スター取りするわ。赤スターの取りします。でジャングルルートはちょっと変わってる。赤でゴーリム飛ばしてフルクリアします。ボットレン側まででカニ取って、で逆サイドのカニも狙いに行って、でそのまま2周目に突入します。でフルクリアして帰るって感じですね。でラプターはですね、ちっちゃいやつから倒していきます。ちっちゃいやつから。でこれ斜めから撃たないとラプター全体に当たんないので注意。あ、でも行ってみるか、ワンちゃん。待ち、行ってみようか。まあ、ガレンが滑走とのギャンカーズもできないのがちょっと悲しいところだけど。ナイス。こいつフラッシュあるから、まだ Q 使わないわ。あ、てか今フラッシュ使ったね。今フラッシュ使ってたわ。オッケーオッケー。まあ、一旦ちょっと、グロンパー飛ばすか。トップ側のカニ取れるかな。多分ないよね。まあいいや。とりあえず向かってみよう。倍の強み、対象指定のクソウルトです。あと1対1が超強い。1対1は超強いです。助けてー。1対1が超強いです。タロン来てるっしょ。ああ、タロンは？タロンくん、タロンくん作るの？タロンくん作るの？ゾウいるっしょこの辺。タロンくん、どっちもいいよ。誰分殺して。ナイスだ。はいナイスだ。はいナイスはいナイスはいナイス。おっと、どんどん来てくれるな。あ、死んだ。どうもどうもどうも。あ、でもこれゾウい帰れないでしょレインに。あ、まあ、2周目いきます。2周目続行します。まあさすがに2体取るのはできなかったか、カニ。まあできたらでいいんじゃない、カニ2体取りは。で、こっから別にその気にしなくていいです。普通にでかいやつ狙えばいい。キュートイーで勝手に死にます。で、バイジャングルね、このドラゴンとか取るとき意識してくれたらいいんだけど、このパッシブのクールダウンね、意識してスキル使った方がいい、序盤は。まあ後半は別に気にしなくていいんだけど。ああ、エロ。で、ファーストリコールでアイオニアブーツと女神の涙買います。まあ、これ普通にジャングル回ったら帰るはず。タロン、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 タロン。まあいいでしょ。早く6レベルになってね。6レベルになったらね、ウルトあるときはひたすらギャンク狙いに行きます。でも対象してなので、最強ってことなんだよね。対象指定は最強って感じ。どこギャンク行こっかな。まあミッドだな。あ、できればウルトから入りたいんだけど、まあ9ウルトでいいっす。こんにちは。はい、ナイス。はい、簡単。今のジャングル環境を考えみると、あ、ちなみに6レベルになったらすぐドラゴン取ってください。簡単に取れます。体力もそんな減りません。一番強いクラウドドレイクでも。もうこれも50回ぐらい喋ってるわ、多分。マジで。死ぬっしょ。キュイーン！最強チャンピオンだ、こいつ。楽しすぎる。このチャンピオン、最強かもー。もうこれもね、多分50回ぐらい喋ってるわ。あ、てか、岩って何？
こんにちは。このままこっそりドラゴンを取る。逆転なっそう。逆転はさ、まさかここでドラゴンやってることはないだろうっていう。やつです。帰りてー俺。帰りてー。そうね、フルキャストというか、長い、キャスト長いとね、強いね。ウルタったら全然殴り合うんだけど。俺の9が当たるかかけるかみんな。ああ俺の勝ちだ。このチャンピオンタンクビルズでもわりかしダメージが出ちゃうんですね。お前の負けだ。待って、ちょっとここに足りないわ。マルファイトのモノマネをしてる場合じゃないんでね。ちょっとお金が足りない。グロンボだけ買っていきましょう。で、この後ケミタンク直行だね。ケミタンク Q っていう感じに使うと、Q 中なのに足がめちゃくちゃ速くて、めっちゃ楽しい。やっぱ俺ケミタンクもストレスね。スキルヘイスとかですね、めっちゃ稼げてね、めっちゃいいんだよ。でスキルの回転率が良くなるとシールドのも速くなるし、まあ、これね W が発動するとパッシブのクールダウンが解消されるんですけど、 E のクールダウンが短くなるから、まあ、結果的にね、結果的に短くなります。レーンギャンクも強いですと。はい、ナイス。あ、ごめん、大丈夫ごめんだからタロンが俺になんかぬるにソロキルされてるんだけど、何があったんだ一体死んだで、これ Q のパッシブのクルダウンが出ないから、パッシブ待ってからその Q を使ってシールドをつけると。まあここが地味にジャングル回るというか、ドラゴン飼ってる時は大事になってくる。だからさっき言った通り、後半はスキルのクルダウン短くなるので、そんなに意識しなくてもいいです。でウルタあるときはガンクどんどん狙っていこう。ちなみにウルト中はアンストッパブルなんでね、寝ません。まあ使った後寝るんだけど、いけだろう。あ、ナイス。このタワー受けてあげんのね、大事だから頑張って頑張って。ケミタンク使ってから9ね。9中にケミタンク使えないから注意。うわー、びっくりした。だいぶしようぜ。パッシブあるし。来ねえか。俺は寝ないんです。不眠症なんです。俺不眠症なんですよ。ガレン大丈夫か。今行くぞ。あ、ナイス。ガレン今行くぞ。スレッシュルとだるいんだよな。簡単に弾けるからね。倍の9って E があればね。これスレッシュルいいや。スレッシュにしか当たんねえスキルが。天才じゃんお前。あ、サイラス俺についてるだろ、そのウルト。俺に使え。ここで伏線回収された。ゲーム開始時の。ナイス。俺につけといてよかったね、あれ死んだ。いけてると思って言ってるときいけてないんでね。はい、皆さん。とうとう丸めね完成です。これでね、ダメージも両立できちゃう。ちなみにこの後ステラックね。ちなみにこの後ステラックです。基本的に。まあ普通に防御いってもいいけどね。で、またウルト上がってるから、どんどん参戦していこうか。今に多分一番パワーストだね。これ以降ね、ちょっと難しくなってくる、集団戦の立ち回りは。あ、ピシュ、はい。はい、ゴミ。こんにちは。このしょうもなさなんだよね、みんな。倍の注目ポイント。このしょうもないウルト。ダメージいいね。
ウルト止めて塗るの。俺アグロ受けてないよねこれ。さすがにもう戦えないか。パッシブあるからまだ戦えない。あーごめん、今ねパッシブあるからまだまだ全然戦えてたわ。ちょっとビビっちゃった。このパッシブすげえシールドロスからね、ヘルスレートだから。もう今勢いやったな、ガレン。ガレン今、あウルトあと10秒だからわ。みんな早すぎなんだけど、これだいぶしよう。よし、ありがとう。俺はアイバーンを信じたから。はい、俺の勝ち。カリスタが壊れちゃってる。このゲームがつまんなすぎてカリスタが壊れちゃってる。めっちゃ持ってるね。最高、最高の気分だこのチャンピオンこのチャンピオン最高の気分だ。いいね、 Q の回転率がめちゃくちゃいいよ。Q の回転率めちゃくちゃいいよ。みんなバイ最強。いやマダムにいいね。普通にこれタンクビルドなんだよ。タンクビルド、あとウルト30秒だ。まあ育ったバイがいるってな。 GG。 いやこれ良かったよよかったよかった。やっぱこのビルド強い。このビルドね、硬い上にちゃんとダメージも出るし、集団戦がしやすい。とにかくほんとバイってウルトレ突っ込むとね死ぬんだよね。あのね、集団戦まともな集団戦なかったから言ってなかったけど、基本フロントライン狙います。バックラインに入っていきません、このビルド。あのね、バックライン入っていってもこのビルドだとワンショットできないので、あのキャリーキルできないから守ってあげてください。ウルトとか Q を使って。恐れることはない。いいしよ、お前の死体は無駄にしない。